ではこれからハポポスのご説明をしたいと思います。4月の9日から弊社の郵便局25の郵便局で箱ポスというロッカーを使って荷物を受け取れるというサービスを開始いたしました。現在お使いいただけるのは楽天市場さんでの出店者さんで商品を購入いただいた場合にお使いいただけます。箱ポスの利用の流れを説明していきたいと思います。まずお客様の方で商品を購入していただくときに受け取り先として箱ポスをご指定いただきます。でご指定いただきますと荷物を発送する EC 事業者様の方で、箱ポス宛てということで荷物を郵便局に差し出していただきます。箱ポス宛てに荷物が届きましたら郵便局の方で箱ポスに配達をするという流れになります。荷物が箱ポスの中に入りましたら受け取り人様の方に荷物が入りましたよというお知らせと受け取り人のために必要なパスワードの方をお知らせいたします。でそのメールを受け取りましたお客様はロッカーの方に来ていただきまして、荷物を受け取っていただくという流れになります。実際にそれでは受け取るシーンをやってみたいと思います。ロッカーはこういう全体になりまして画面としてはここをタッチしていただく形になります。で今は真っ暗なんですけれどもワンタッチしていただきますと荷物を受け取るというボタンが出てまいります。でこちらを押していただきますとパスワードを入力する画面になります。でこちらのパスワード6桁になりますけれどもこちらに、事前にメールで届いている番号を入力していただきます。実際にやってみます。で今6桁の番号を入れました。確認のボタンを押しますと入っている荷物のロッカーが自動的に開きますので扉を開けていただいて受け取りが保留に来る場合は商品を取り出して受け取りが完了という形になります。現在でも郵便局から直接ご自宅に配達させていただいたりコンビニで受け取れたりとかさまざま受け取りチャンネルを拡大しているところではありますが配達時間帯にお待ちいただくのが難しいですとかやはりご自宅を不在がちにしがちのお客様という方がたくさんいらっしゃいますのでこの箱ポスをお客様の生活動線の中にお入れすることでお客様にとって便利なサービスとして展開していければと思います。今後の展望としましては郵便局以外にも例えば駅ですとかそういったより便利にお客様にとって便利になるような場所に設置していければと思いますのでぜひ皆様ご利用ください。